通信に失敗したって出る。こんばんは。あ、30人すごい。はい、皆さんこんばんは。今ねちょっと始めたばっかりで人がこれから集まるところなので、しばらくそのままでお待ちください。なよこさん元気？元気そうです。元気そうで何よりです。はい、皆さんこんばんは。少々お待ちください。まあちょっとあと1分ぐらいしたら始めようかな。今日このテーブルはなんかねブルーシートに覆われてます。なぜだか、なんでなんでなの、綺麗かなっていつもと違う、いつもってか、いつもはね YouTube ライブっていう、まあ、YouTube の生配信でやってるんですけれども、ミラティブ、ミラティブ、どっち、ミラティブ、ミラティブ、ミラティブ、あ、ミラティブ、はい、ミラティブにナメコとダンボールナメコが再登場ということで、はい、こちら皆さんご存知の方もそうじゃない方も、いらっしゃるかと思いますが、ナメコ栽培キットというゲームで日夜増殖を続けておりますナメコさんです。はい、どうも、はい、ありがとうございます。そして、B-WORKS という会社でナメコのゲームを作っているんですけれども、そこで広報などをいろいろやっておりますダンボールナメコと申します。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ミラティブ配信再びということで、まあ、実はですね、今週30日からだっけ、5月30日から、ミラティブさんでまたキャンペーンを行っているということを聞きつけまして、また配信させていただくことにしました。ね、ナメコ発掘キット、そしてナメコの巣、あと元祖ナメコ栽培キットで、アプリの実況配信をするとランキング上位に入ればミラティブ内で使える特別なリボンがもらえるというキャンペーンを実施中です。ということで、皆さんもぜひミラティブで動画配信してみてほしいですけれども、まあね、まずは回より始めようということで、私ダンボールナメコが、自ら配信をするということで、ですがね、なんと公式では公式の人はランキングに入れないそうなんですよ、残念ながら。ね、なんかね、どうやら前回の配信がすごく好評だったようで、ありがとうございます。同じ時間帯の中で配信した人の中だと一番なんか延べ視聴時間が長かったでしたっけ、人数が多かった、見てくださった方の人数がなんか一番多かったそうで、ね、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。今回ちょっと告知がだいぶ直前だったので皆さんね、たくさんの方に見ていただきたいなとは思うんですけれども、はい、まあゆるゆる始めていければいいかなと思っております。はい、すごい、皆さん早速コメントいただいてありがとうございます。こんばんはってね、いただいておりますが、視聴者が100人を超えました。視聴者が100人を超えた、すごい。なぜブルーシートね、なめこがなんか綺麗だからって言って敷いたらしいですね。なめこリボン欲しくて頑張ってますっていう方いらっしゃいますね、ありがとうございます、ね、皆さんぜひ他の配信者の方のね、なめこの配信もぜひ見に行ってほしいなと思います、ね、それでいろんな人がなめこの巣やなめこ栽培キットや、なめこ発掘キットの配信をして盛り上がってくれたら面白いかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、早速まあこれラジオではありませんので、ゲームの実況配信をしないといけませんので、早速ですが、なめこ発掘キットを今日はプレイしていきたいと思います。で、前回の放送でなめこ発掘キットを、私遊びまして、といってもね、序盤をプレイするのは本当に1年ぶりとかだったので結構忘れておりました、ストーリーを。でも本当に初見プレイのつもりでやりますので、ぜひ皆さん温かい目で見ていただければと思います。ラジオじゃなかったのかラジオじゃなかったのか、ラジオなのかもしれないですけどね。はい、前回がちょうどチュートリアルが終わっていよいよストーリーが展開しようというところでしたね。まあそこからプレイしたいと思います。じゃあスマホの画面出ますか。はい、切ります。はい、はい、
可愛い春の金祭りの壁紙のまんまですけれどもね、こちらのキャンペーンも終わっております。はい、すいません。もし皆さんで、ね、気づいたこととかあればぜひコメントいただければと思います。あ、もうまさに前回の続きからですね、なめこ発掘キットはどんなゲームか先にねご紹介させていただきますと、なんて言ったらいいかな、まず世界観とかゲームシステムのおさらいを先に言いますと、世界観としては、ジョッシュというナメコがあるね建物というか乗り物の中で目を覚ます、ね、それが箱舟と呼ばれる宇宙船の中で目を覚ますんですけれども、そこで、マナと呼ばれる、マナと言っている、マナと言うかな、マナというアンドロイドの女の子とともに、その荒れ果てた惑星から脱出を目指すというゲームになってます。でゲームはまだ序盤ですので、これからどんな展開になるのか皆さんと見ていきたいと思ってます。でゲームシステムの方ですが、地中に埋まった箱舟のパーツを掘り当てて、そのジョッシュがもともと乗っていた箱舟の完成を目指していくという、そんなゲームですね。その箱舟を完成させて荒れ果てた惑星から脱出をするということですね。で地面にはですね、箱舟パーツ以外にもお宝やカレナメコが埋まっていたりします。カレナメコはね、この埋まっていたカレナメコを掘り当てると、この缶詰で、缶詰の水分というかお風呂みたいなのに入ってナメコが復活するので、そのカレナメコを復活させて、いろんな場所を発掘させて、お宝、箱舟のパーツやらお宝やら、さらには他のカレナメコまで埋まっているということで、まあ、そいつらを助けて、ゲームを進めていこうかねという話ですね。でちなみに最初に助けたカレナメコはですね、復活した結果めちゃくちゃ元気いっぱいになってしまって、主人公であるジョッシュさんやマナさんはドン引きしていたっていうね、そんな楽しげなゲームになっております。はい、というわけで前回このハサミナメコさんにですね発掘を手伝ってもらっていたので、そこの続きからですね、ジャンクパーツ10個、ピュー、あ、なんかミッションクリア、草を発掘、ハッツ研究所ステージ1で乾いた芝生を一マス発掘しよう。で回復薬をもらいました。ナメコの体力をマックスまで回復してくれるとっても効くお薬よく効くお薬、回復薬を見つけたよ。ドリンク剤タイプなんですね。すごく栄養価が高そうです。これを飲んだらオイラたちはあっという間に元気になれるよなんか大丈夫なんですかねこの薬は。枯れる直前の一杯がたまんないんだよね絶対に危ないやつじゃないですかそれ。では回復薬は発掘が得意なナメコさんにあげましょう。オイラも飲みたいのに。働かざる者、分かったよ、またそのうち手に入るだろうし、どんどん使っちゃおうね。取っておいてもしょうがないしね。どんどん使っちゃおう。めっちゃ使うのを押してきますね、ジョッシュ君。まだ狙ってますねおこぼれに預かろうとしてます、ジョッシュは。ねえ、ナメッコが大好きな回復薬、どんな味がするのかな。メインミッション、さらに草を発掘、ハッツの研究所ステージ1で乾いた芝生を2マス発掘しよう。 OK ということでね、まあもうどんどん、あ、やばい、これこのままいくと枯れちゃうとね、また復活させないといけないんですよ。で大丈夫かな。で枯れたナメコを復活させて元のナメコに戻るかが分かんないんですね、なのでそうだから頑張って発掘してくれたやつらが枯れそうになる前にさっきの回復薬を飲ませれば枯れずにもう一回発掘に行かせられると、そういうことですね。あ、もういない。あ、今2匹しかいないのか手持ちに。どうしよう、あと何秒で終わる。あと2分、やばい、早速放置の時間が始まってしまったそう、ナメコ発掘キットはですね、実はあの放置ゲーなんですよ。なので実況配信に全く合わないゲームなんですよねまあその分、トークをお楽しみいただこうということで、実は前回放送の時に
あの皆さんから質問をいただいていたので、事前にそれにお答えしながらちょっと放置時間を楽しもうかなと思います。ということで現在、ハサミナメコさんが頑張って発掘している間に、なんか質問を答えよう。質問なのですが、クラウドファンディングで販売したサイン入り図鑑の再販はありますか？そうですね、実はもう終了してしまっているんですが、クラウドファンディングでナメコ大図鑑という、ナメコが10年間で登場した1101種類のナメコが全部入った図鑑というのをクラウドファンディングで販売しておりまして、でそこで数量限定でサイン入り本を販売していたんですが、その再販はありますかということなんですが、すいません、サイン入り図鑑の再販自体はございません。サイン本はですね、そもそもで物理的に対応できる数ギリギリの数量を設定させていただいていたので、増やすことがちょっと難しくてですね、そういうことなのでご了承いただければと思います。てかこれあれか、前回の質問だからまだクラウドファンディングやってる時期の質問だったのかもしれないですね。はい、ということで、申し訳ないんですけれども、サイン入り図鑑の再販というのはございません。で、倉庫行ってる間にあと20秒ほどでハサミナメコさん発掘が終わりますので、ちょっと待ってようかな。みんなの質問、コメントでは見よう。前カラス館って旦那目さんが言ってた記憶がある、ね、放置時間が長くなっちゃうと、やることがなくなっちゃうのでさっさとカラそうと言ってたキンキンに冷えてやがる、ね、いいですよね、労働の後の一杯ですよ、キンキンに冷えてやがる。はい、ありがとうございます。浅見奈美子さん、君が掘ってくれたここには何が、ジャンクパーツ、あでも50個入った、ありがとうございます。あ、そっか、一マス目とこれ二マス目、新商品入荷のお知らせやで、ね、この人がね、いろんなものを売ってくれるよろずやの、なんだっけ、つむたさんですね、なめつむりのつむたさんです。何の騒ぎですか、新商品、お二人の発掘の助けになればと思いましてね、なんか持ってきてくれた、追加したのはバナー広告消去と至急物資動画スキップです。バナースキップとても便利な機能ですけどね、ただでというわけにはいきません、しっかりご検討の上で買うてくださいね。よくわからないけど後でよろずやを覗いてみようかな。はい、ミッションもいただきましたが、じゃあよろずや行ってみようか。バナースキップね、気になりますね、これアドちゃん、あとちゃん610円でバナーを消せます。はい、誰か、これ610円くれって話じゃないのでね、今610円を払うとバナーを消せますが、僕は、一旦課金はしません。すいません、ビワックスさん課金しなくて申し訳ない。あと支給物資、あれこれのこと、本日の支給物資、毎日お役立ちアイテムゲット、あれだ、今飛行機も、あ、そっか、これ今ね、配信用に機内モードにしてるので動画広告が見れないんだ、ちくしょう。後で機内モード解除したら動画広告見ておきます。動画広告を見れば、1日何回かですね、このアイテムをタダでもらえるということなんですが、今は機内モードなので見れません、残念。はい、ということで、トゲなしトゲなめこさん発掘ご苦労、お缶詰くれた、ありがとうございます。この缶詰に枯れなめこをぶち込むと、また枯れたなめこが復活して、発掘作業してくれるということですね。で、本当は箱舟パーツを見つけたいんだけど、どこにあるんだ箱舟パーツ、あーやばい、このまま発掘するとこのなめこが枯れてしまいます。回復薬を使う、なめこさん使っていいよね、はい、はい、使います。あ、え、押したか、あれあれ、わかんない、あれ、使っ…発掘中止、あ、一回集中してん
あ、発掘を中止するとナメコのスタミナは元に戻ります。アイテムや回復薬は返却されます。よし、もう一回、もう一回。あ、まだですね。多分チェックをするかな。あ、ここか。このまま発掘するとこのナメコは枯れてしまいます。回復薬を使うの、ここのチェックを入れないといけないのか。なるほど、チェックを入れて発掘。お、ピカーンってなった。一瞬ピカーンってなりましたね。多分効いてますね、これは。さあ、パッキパキにね、効いてますよ。はいはいはい。あ、皆さんありがとうございます、いろいろ見ていただいて。あ、押してないよって突っ込まれてる。そう、機内モードなんですよね。なんかね、いろいろ通知が来ちゃうとまずかろうということで、あの会社の検証用端末なので、あの開発中のいろんなコメントとかが出てくるとまずいっていう、そういう理由ですが。あ、課金できるものは全部しましたというね、コメントいただいております。ありがとうございます。つむたさん、キャラ濃ゆい。つむたがキャラ濃ゆいですよ。てか全体的にナメコ発掘キット出てくるキャラクター全員濃いんですよね。マナちゃんはマナちゃんでね、やる気があるんだかないんだか分かりませんし、ジョシュ君は毎回けなげにね、マナちゃんにいいようにコキ使われておりますが。そっか、スキップの動画広告も見れないのか、今機内モードだから。道具ある、道具。あ、空っぽ。あ、買います。買おっか今。あ、買えない。あと少しですね。アイテムを購入しますが、ですがジャンクパーツが足りない。ちくしょう。ジャンクパーツさえあれば買えるのに、時短アイテムが。でもあと少しじゃないっすか。そうですね、あと20秒、29秒でぐらいで。あ、いいじゃんいいじゃん。え、なに1000人。あ、累計1000人なので。累計1000人ってことは一瞬入った人もいるけど、そうじゃない人もいるってことか。すごい、ね、確かに前回も累計1000人だったので。おお、すごいすごい。あ、ずっとやってたけどキャンセルして返却するの初めて知った。あ、よかったね。使っちゃったからこのまま発掘しないとって思っても、やっぱやめようってなって途中で発掘やめればちゃんと回復薬キャンセル返却されるそうです。よかった。すごい。あ、私もキャンセルで返却されるの知らなかったです。よかったですね、今日これ配信してみんな、あの内部発掘キットで知らない機能が今発掘されました。あ、ちょっとうまいこと言っちゃった。うまいことも言っちゃった、すみません。はい、ということで、トゲナシトゲナメコさんの発掘終わりました。ピカーン。ちょ、ジャンクパーツ500個ぐらい拾ってほしいんだけど。 お宝ゲット。なにこれ、ピッコピッコ。これお宝、ナメコ浴槽。すごい、これ開けない。お宝を一つ発掘しようのミッションコンプリート。あざーす。うわー、なんだこれは。めっちゃ驚いてる、聴衆が。ビクまなちゃん、驚くとツインテールがぴょこんってするんですね。かわいい。いいものが見つかったぞ。そういう驚き方じゃなかったでしょ、今あなた。一体どうしたんです、大きな声を出さないでください。ね、怒ってます。プンプン。さっきの発掘でお宝が見つかったんだよ。これは旧世代の遺物に違いないよ。何を言うとるんですか。へえ、これがですか。めっちゃ怪しんでる。おいら、こういうの大好きなんだ。これ一つだけじゃ足りないけど、もっと集めれば詳しい使い方がわかるかもしれないよ。そしたら発掘にも役立つかもしれませんね。発掘に役立てばオールオッケーなのがマナちゃんです。多分それはないね。何かがわからないのに発掘の役に立つこと、発掘の役には立たないことはわかる。そういうジョッシュ君ですね。え、スンってしてるマナが。あ、しまった。あ、マナのスンっていう顔をタップしようとしたら会話が進んでしまった。さっきジョッシュが何て言ってたのか読んでなかった。それじゃあ役立たずのガラクタじゃないですか。それがまたいいんじゃないか。もっと探してみよう。てん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 。
今のはブチ切れてるパターンの点点点ですね、メインミッション岩を発掘、初の研究所ステージ1でボロコンクリートを一マス発掘しようだって。ボロコンクリート、あ、回復薬もらった。よく聞く、よく聞く回復薬、ありがとうございます。お、また来た、つぶた、何も売ってくれないのに。あ、よろずやのつぶたです。まだこの辺におったんですな。うん、もしかしてこの辺を掘り起こしていらっしゃる。ちょっと探し物があってね、頑張って掘ってるところなんだ。今ね、ジョッシュ君はね、箱舟パーツを絶対探していませんね、おそらくね。拾ったお宝がまだ出てこないか、この人は探してるはずです。いやー、えらいことされてますな、大変でしょう。はい、それはそれは、ね、恵んでくれる人の見つめる目をしてます、マナちゃん。マナは発掘してないでしょ。おめえもしてらんやんけ、ジョーシュ君。ね、カレナメコをひたすら復活させて、復活したナメコに発掘させるのがナメコ発掘キットです。大変でしょうとも、発掘作業は重労働ですからね。そんな時に役立ついいものがあるんですよ。なんだ。なんだろう。これです。バンバババーン。これって。はい。爆弾じゃないかそないに驚かんでもいいでしょう。発掘に爆弾はつきものじゃないですか。そう、それもそうか。そうなの？発掘に爆弾はつきものなの？あれか、発破するからか。バーン。これがあったら大変な発掘が楽になりますぜ。貴重な商品なんで、ただではお譲りできませんけどな。なんで小さい声で言うの。ま、楽して発掘したかったらお声掛けくださいまし。爆弾か。もしかして爆弾を買いたいのですか。なんかね、ジョッシュ君基本危ないんだよね。なんか人畜無害なふりして危ないのがジョッシュです、大体。どうしようかな。爆弾があったらだいぶ楽ができそうですね。あ、なんかマナちゃんも結構肯定してますね、爆弾を。ちょっと気になるよね。発掘完了。はい、まあ、先にハサミナメコさんの発掘現場を見に行きましょう。来い、高枝切りバサミ。おお、あ、これ時短アイテムですね、多分ね。先にで、これで高枝切りバサミを5分も短縮してくれるの？速攻あんじゃん、やった。動画広告ね、今日機内モードで見れないから。お、銀の缶詰、やった。いつ枯れてくれても OK。 そしたらあとボロコンクリートをね、あ、発掘始めるにはスタミナの回復、もうどんどん使えって言われたからどんどん使おう。こっちも、お、枯れない。なんだっけ、爆弾？爆弾は発掘の直前にしか買えないっぽいな。さっき出てたもんね。じゃあまた放置時間ができた？あ、なるほど。発掘中だったらいつでも爆弾使えるのか。発掘を始める前じゃなくてもいいんだね。爆弾を購入すると一気に発掘を進めることができるよ。有料やんけ。クロスボム、上下左右2マス発掘。あ、こういうことか。でもごめんなさい、課金ができないんです。親にね、ちょっとお父さんお母さんに課金していいか聞いてないからさ。このボムはいろんな、あ、スク、え、じゃあさ、もう毎回スクエアボム買えばいいじゃん。全部2マスずつしか使えないんだったら。あ、そっか、スクエアはそれぞれに1マスずつしか使え、斜めも含めて1マスずつだけど、他が2マスなのか。じゃあワイドボム使う意味なくないですか？値段が違う。あ、値段が違う、本当だ、30円違った。なるほどね、なるほどなるほど、把握したけど、やべえ、あと10、これ10分ぐらい
やっぱ硬いのか、コンクリートは。ボロコンクリートだけど。爆弾使いてえなー。まあしょうがない。ちょっとみんなのコメントでも見よう。なめこ発掘キットはなめこが登場する放置系ゲームです、ね。地面に埋まったいろんなものを掘り当てて、でその中から宇宙船のパーツを見つけてきて、その宇宙船に乗ってこの荒れ果てた惑星から脱出しようというね、そういうゲームになっております。今その実況プレイを私ダンボールなめこが行っているわけですけれども、はい、じゃあね、ちょっと7、8分あるので、皆さん、なんだろうな、旦那目さんはあんまりね、あんまり頭が良くないと言いたいですか、このコメントはね。意外に上下左右に掘れる場所揃ってないから爆弾選択が難しい。なるほど。掘ってる姿かわいい。ね、かわいいですよね。あれ？ちょっと待って。コメントが見れなくなっちゃった。あ、見えた。はいはい、すごいね、もう1000人も見てくれてんだ。なめこ回復薬ドリンク、私も飲みたい。私も飲みたいです。お宝の説明書付きなんだけど、出せるまでには時間がかかっちゃう。あ、さっきそうだ、お宝をさ拾ったからさ、それ見ようよ。下の方の、これ図鑑。あ、図鑑リストでは発掘したなめこやお宝の情報を確認することができるよ。なるほど。なめこ、文明が滅んで世界がすっかり様変わりしても元気に復活3回で追加情報。なるほど。じゃあカレナメコから3回復活させて、その3回なめこを出さないといけないってことですね。カレナメコ、かつて慣れの果てと呼ばれた我々も復活の手段を得て万能となりました。すべてのナメコはここから始まり、ここに帰る。我々こそナメコ本来の姿なのです。ちげえだろ。おめえは枯れてる枯れナメコだ。なんかすごい神聖なものみたいになってるけど。ね、枯れナメコさんはね、缶詰に浸かることによって、どんなナメコにも復活できるというね、それが万能と言ってるゆえんかと思うんですけど。はい、そんな枯れナメコさん。次が、ハサミナメコ。何かを挟みたいという衝動を常に持ちながら、何も挟めない自分がずっと腹立たしかった。そうか、じゃあ発掘キットで思う存分何かを挟んでくれ、ね、復活4回で追加情報。え、じゃあ俺がさ、万能薬、復活薬なんだっけ、万能薬、栄養ドリンク、回復薬でハサミナネコを延命させ続けてる限り、ハサミナメコの図鑑は追加されないってことか。一応そうですね。どういうことか。なるほど。なかなかこれは悩ましい問題ですね。彼にはもっといろんなものを挟んでいただきたいと思っていたんですが、枯れていただきましょう。そしたら解明を切に希望していたけれど、いざ叶うとなると思ったほど嬉しくはなかった。トゲなしトゲナメコさん、解明したかったんだ。叶ったの？トゲなしトゲナメコの解、てか解明してこれってこと？嬉しくなさそうな顔してるね、確かに。はい、今んとこまだね、ハサミナメコとトゲなしトゲナメコしか出てきてないので、図鑑はまだあんまり登録されてないんですが、まあナメコといえばやっぱ図鑑ですよね。この後どん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 いろんなナメコが復活したら、ここに登録されると。そしてさっきなんかさ、ナメコ浴槽、これですよ。あと4個集めたら何か分かるかもしれない。ハッツくん、ハッツさん。ハッツさんっていうのはこの助手を、助手にいろんなものを研究してた博士らしいんですけれどもね。助手くんね、4個集めなくても1個でなんとか研究してくださいよ。じゃあ頑張って集めよう、浴槽。なんなのこの浴槽って。お風呂？まだ終わんないの？ 3 分50秒。じゃあなんか、皆さんからいただいた質問を読もうかな。最近のブームは何ですか？最近のブーム。まあ、最近ではないんですけど、やっぱ漫画ですかね。僕は漫画が大好きなんです。で、最近読んで面白かったのは、3つ
あります。一つがゴールデンカムイで、二つ目がブルージャイアント、三つ目がラーメン赤猫っていうね漫画なんですが、まあ、ゴールデンカムイとブルージャイアントはすごい有名な漫画なので、皆さんもぜひ、知ってる人がいたら誰かに借りて読んでみるといいかなと思うんですが、ゴールデンカムイはですね、実は単行本10巻ぐらいまではずっと集めてて読んでいたんですが、10巻でちょっとお話の展開が一気に広がりすぎて、なんかこれ単行本で読むのしんどいぞって思ってね、やめちゃったんですよね。ヤンジャンで本誌でも別に毎週読んでたんですが、なんとなくちょっと、勢いについていけなくなってしまいましてですねゴールデンカムイはとにかく勢いがすごいので、で読むのやめてたんですが、つい最近完結して、まあ完結したならちょっと久しぶりに読んでみようかなと思って読んでみたんですがね、これがめちゃくちゃ面白かったです。やっぱゴールデンカムイは名作ですね。あれはね、いろんな賞を受賞するだけありますわ。はい、なんか全巻無料キャンペーンもやってたんですが、全巻無料キャンペーンをやってる時にはですね、僕はかなり天の弱なので、まあ、そうは言っても読まねえぞって思ってたんですが、読めなくなると急に読みたくなるもんで、でヤンジャンで最初 LINE 漫画で単行本出てる29巻分を全部買って読ん でその後隣のヤングジャンプっていうアプリをダウンロードして、でまだ単行本になってない本誌連載分を一気に買って読みました。面白かったです、ゴールデンカムイ。どんな漫画かっていうと、アイヌと日本の旧日本陸軍と、あとはこれ言うとネタバレになっちゃうのであれですが、旧幕臣というかね、幕府の、幕臣の人たちの、3つの勢力で、アイヌが隠したと言われる金塊を探し求めるはちゃめちゃアドベンチャーみたいな、そういう漫画です。俺が説明すると全然面白くなさそうなんで結構漫画アプリで途中まで無料で読めたりするので、ぜひ読んでみてください。はい、いろんなすごい人たちが出てくる漫画です。でブルージャイアントはですね、これはジャズの漫画です。ジャズっていうのは音楽のジャズですが、これのサックス奏者の日本人の宮本大君というね男の子が世界一のジャズプレイヤーを目指す、そういう物語なんですが、これはね本当にまるで音楽を本当に目の前で聴いているようなこのライブの臨場感の描き方が本当にすごいなというね、そういう漫画です。今は最初はね日本でスタートした物語が、次に第2章でヨーロッパに行き、今はアメリカを、ジャズを演奏しながら横断するという途中で、ね、今はジャズやらずになぜかポーカーやっておりますけれども、はい、そんなこと言うとまたブルージャイアントはどんな漫画だかっていう感じになっちゃいますが、とても面白い漫画です。あ、やばい、2匹とも終わったけどラーメン赤猫の話ができてないから、じゃあこの2人の発掘結果を見た後、ラーメン赤猫の話をします。はい、浅見奈代子さん、存分に挟んでくれましたか？ジャンクパーツ10個、もっと持って帰ってきてほしいんですけどね。ヒュー、どっか行っちゃった。あ、今ミッションなんかクリアしたから缶詰もらったね。ところでマナー、はい、ここってハッツ博士の研究所なんだよね。はい、そうです。博士は世界中に研究所をお持ちでしたが、その中の一つです。周りを見渡してもコンテナがあるだけだし、全部埋まっちゃったんだね。そういうことか。そのようですね。ジョシュ君はね、まあ、コールドスリープ状態で長年眠っていたようなんですよ。だから今この状態になっているのはあんまりよく分かってないんですね。私も正式に稼働し始めたのはつい最近なんです。なるほど、じゃあマナもある意味コールドスリープしてたのか、アンドロイドだけど。スリープ期間の記憶はうっすらとしかありません。しばらくは博士が研究している姿を見かけていたのですが、いつだったか出かけられてそのままお戻りになりませんでした。あら、
ってことは博士はもう、そっか、寂しかったんじゃない？いえ、私はアンドロイドですし、そのような感情はありません。さっきから喜怒哀楽、割とね、マナちゃんはっきりしてる方だと思うんですけれども、感情がないようです。え、あれだけ、あ、同じことをジョッシュが。え、あれだけ働くのを嫌がっておいて、そういう感じなの？最適な業務を割り当てているだけですから。発掘をするタイプのアンドロイドではないらしいんですよ、マナちゃんは。本当かな？もちろん本当ですよ。てん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 。彼らはてん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 で会話をするタイプのナベコとアンドロイドですね。お、メインミッション、ハック、ハッツの研究所ステージ1でお宝をもう一つ発掘しよう。なるほど、お宝もう一つ出てくるね。ただの缶詰。ただの缶詰。ちょっとカラーしたいですね、そろそろね。火力薬じゃなくて。よし、行け。あれ？微妙に枯れ、枯れない。ってことは、枯れてもくれないってこと？じゃあ使うか。あ、無限発掘エリアもあります。いやでも無限発掘エリア使うとさ、ゲームが進まないからさ。もう配信して30分ぐらい経ったのか。じゃあまた彼らが発掘作業してる間に、あ、ラーメン赤猫の話ですよ。ラーメン赤猫っていう漫画がもう僕は今一番おすすめです。ジャンププラスっていうアプリで、これもアプリなんですが、ジャンププラスという漫画アプリで連載をしている漫画で、猫たち、猫だけで経営しているラーメン屋さんのお話です。といっても、あの人間社会の中で猫がラーメンを経営しているっていうね、ちょっと不思議な、少し不思議な設定です。お仕事漫画としてのなんかリアリティと、あとはリアルな猫の、まあ、動きとか習性も描写されてて、そのリアリティ、変なリアリティ同士のこの掛け算がすごい絶妙なさじ加減でね、面白い漫画でございます。本当にいいと思いますよ、僕は。おすすめです。なんかね、最近アプリで読んでばっかですね、漫画をね。雑誌も読んでますよ。ビッグコミックとビッグコミックスピリッツと、モーニングはいつも昼ご飯を食べるお店に置いてあるんで、そこで読んでて、で、ジャンプラでジャンプの本誌を定期購読してて、あとは各漫画アプリで、読むという感じですけどね。皆さんはどんな漫画読まれます？最近なんかいい おすすめの漫画ありますか？僕はそのゴールデンカムイとブルージャイアントとラーメン赤猫ですけれども、CV 旦那目さんで聞くと話が入ってきやすくて楽しいです。なるほど、ありがとうございます。読んでる回がありますな。マナちゃんかわいい。あ、マナちゃん好評ですよ。クマと戦う漫画かと思ってた。ゴールデンカムイ、ゴールデンカムイはね、クマとも戦うけど主に人間同士で戦ってますね。クマと戦う北海道の漫画、昔マガジンかなんかで連載してたキムンカムイだったな、そういう漫画が確かあって、そっちはがっつりクマと戦いますけど。あ、スパイファミリーね、今スパイファミリー人気ですよね。箱詰め、あ、箱詰めなんかもうすぐ1回なんか第1章終了らしいですよ。この前作者の方がインタビュー答えてましたよね。私は漫画というか毎金新聞読んでます。4コマ最高です。ありがとうございます。毎金新聞と、あとね、なめこパラダイスというなめこの公式サイトの方で、毎週4コマ漫画をなめこは連載しておりまして、で、私ダンボールなめこはそちらの原作というか、まあ、ネーム係としてね、原作を作っておりますので、皆さんぜひ今日の放送の後、この後また4コマ今週の分アップロードしますので、ぜひなめパラで4コマ見てみてください。最近呪術廻戦読み始めてハマりましたね。
呪術廻戦も面白いですよね。あ、皆さん発掘が終わったそうなのでピキーン。空っぽ空っぽもあんのか。来ましたね。空っぽかよ。ちょっとピュー、あ、逃げた。あさみさん来てくれ。お宝ゲットで春なめこちゃん、春なめこちゃんのお宝。さっきの発掘で何か石のようなものが見つかりましたね。ああ、あれは化石だね。おいらたちなめこの君ら化石で残るんだ。化石、長い間地中に埋まっていたせいで化石になってしまったんだ。盲点きすぎませんか、このなめこ。そんなことがあるんですね。絶句ですよ。もしかしてこの化石から新しい仲間が。そうだよ、カレナメコがね、缶詰入ったら復活できるんだから、化石も缶詰ぶち込んだら復活できそうですけど、残念ながらそれはないよ。残念だ。ずいぶん昔のナメコみたいだし、ムチンも結晶化してしまっているしね。へえ。でももっとたくさん集めたら情報を分析できるかもしれないよ。こいつはお宝といい化石といい何個か集めさせるタイプのナメコですな。昔どんなナメコたちがいたのか調べてみるのもいいかもね。そうですね、箱舟の修理にも役立つかも。ナメコの化石を見つけたら集めていきましょう。役立つの？さっきね、お宝は役立たないって言われてたけど、化石はむしろ役に立つんだ。いけ、枯れろ、早く枯れてくれ。枯れて復活させたいんだよ俺は。そしたら図鑑が埋まるから。あ、この左下の、はい、皆さん、私ダンボールナメコはですね、ナメコ発掘キットという、ナメコが地面を発掘していろんなものを掘り当てて最終的にはこの荒れ果てた惑星を脱出しようという、そんな放置ゲームを遊んでおります。そして、あれ、なんか配信が今一瞬実写に切り替わったぞ。 Wi-Fi かな。はい、で今ねちょうど放置時間に入ってしまったので皆さんのコメントを読んでいこうかなと思うんですけれども、ああそうする、ちょっと待ってね、あと2分ぐらいか。カメラ戻る、なめこさんカメラ戻る。はい、じゃあカメラ戻しましょうか。放置時間なので放置して強くなるですね。コメントを読みます。パズドラとコラボしてください。山本さん見てますか、お願いします。カレースポットへ、絶対に枯れる場所があるんですね、発掘キットの中では。ナメヨンライン漫画で2週目読んでますとかね。あ、ほんと、昼休みナメヨンライン漫画で読んでます。ありがとうございます。スパイファミリー面白いっすね。ライン漫画でナメヨン登録してます。ありがとうございます。すごい、ナメコ4コマ最高。ナメパラのマイキンジムはいいぞとかね。ありがとうございます。僕もね、スパイファミリー最近読み始めましたよ、さすがに。ちょっとね、絵が綺麗すぎて食わず嫌いをしてたんですよ。面白いですね。アニメはまだ見てないです。アニメもいい。なめこ両方原作見てる？アニメも見てる。どっちがいいとかある？原作？アニメ？両方？あ、両方いい、両方いいんだ。なるほどなるほど。じゃあちょっとアニメの方見てみようかな。なんか、あ、スパイファミリー子供たちもハマってる。あ、確かに子供もね、面白がって読めそうですよね。アーニャになんか感情移入して読めるのかもしれないですね。モフモフのなめこさんかわいい、なめこさん今日もかわいいだって。発掘してるハチマキ姿とかヘルメット姿ほんとかわいい。発掘キットの方を
なめこもスパイファミリー見てるのかって僕も今知りましたよ。なめよんの脱出ゲームも面白いですね。確かにちょっとねミラティームの準備してた時になめよんの脱出ゲームやったら面白いかもねみたいなね話はちょっとしてましたけど、あ、発掘終わったそうなのでもう一回ゲーム画面戻りましょうか。はーい、ゲーム画面に戻ってきたら、はい、終わりましたので結果を発表します。じゃじゃん、銀の缶詰。缶詰ばっかつまんな今。ちょっとねカレナメコが欲しいんだよな。ハサミちゃん枯れてくれ。カレナ、あ、おー、カレナメコ出てきた、やったー。3匹目ゲットでございます。これでようやく銀の缶詰を、金、プラティナ、金持ってない、銀、銀の缶詰にカレナメコを今ぶち込みました。そして復活してください。いけ、復活させますか。はい、来い、レアゴ来い、レアゴ来い、レアゴ、ビビ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 、ガチャ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 、うわー普通のナメコが来たー、マジかー。そういうこともありますよね。まあ、しゃあない。あ、いや、カレ、いいや。もう、ハサミとはもう一蓮托生でございます、私。行ってくれ、トゲナシトゲナメコちゃん。そして、普通のナメコは、使えるあ、そっか。ハサミに、あれ、一回、ハサミの後、回収、あ、そっか。中止しても番、回復薬は元に戻るから、うん、こっちを彼に任せて、でこっちを、スタミナ不足って、お前さっき復活したばっかやんけ。あ、わかりました。そうですね。いや、もう一回枯らそう。ここで、ね、必ず枯れる、やったらすぐ枯れる場所があるんですよ。30秒待たないといけない。でも30秒待つのか。だりーな。なんですぐ枯れるようにしてくれなかったんですか、ビーワークスさん。お願いしますよ。自分で自分に言い聞かせてます。はい。どう枯れた、あと4秒。あ、でも、トゲ出しの終わりました、ね。あ、トゲ出しの。まあいいや。先に、役立たずの。あ、まだ。あー、そっか、回収して、あーい、枯れてくれ、枯れてくれ、枯れた、空っぽ。もうここはね、必ず、ここって空っぽじゃないときもあるよね。銀のどう、いける、準備はいいかい、カレナメコさん。次普通のナメコだったらちょっとね、僕はもうどうかしちゃうと思いますよ。おお、ね、やべ、普通のナメコの方がいいリアクション取れた、臭い。いいよ、ハサミナメコさん、いいじゃん、いろんなもの挟みたがってるし。トゲナシトゲナメコちゃん、君もそろそろ枯れたらどうだい。ジャンクパーツ10個、ジャンクパーツはね300個はいるんだ最低でも。いけー、動画広告見たい、爆弾爆発させたい、道具も空っぽ。じゃあ質問コーナーの続きをやろうかな。あ、すごいです、3000人、ありがとうございます。私ダンボールなめこがですね、本日はなめこ発掘キットという、荒れ果てた惑星でなめこたちが発掘をしていろんなものを掘り当てて、最終的にその荒れ果てた惑星を脱出しようぜという放置系ゲームをやっております。現在ね、ミラティブではこのナメコ発掘キットを配信して、特別なリボンをもらおうというキャンペーンをね実施しておりますので、ぜひ皆さんもナメコ発掘キットで配信してほしいんですけれども、私は公式の人な中の人なのでランキングに参加することはできません、ね、その代わり皆さんぜひ他の
発掘キットを配信している、方やご自身でも配信やってみてくださいねということで、質問コーナー他に最近買ってよかったものは何ですか。最近買ってよかったものか、これはね車ですね。車買ったんですよ、都内在住なのに。もともとねカーシェアを使ってたんで、まあ乗る頻度はそんな変わんないんですけど、カーシェア車買うぐらいだったらカーシェア毎週使っても別にいいんじゃねえぐらいに思ってたから毎週カーシェア使ってたんですが、まあねやっぱ買ったらちょっと生活が変わりますね。夜中になんか気軽に出かけたりとか、雨の日にどっか行くのもめんどくさくなくなったし、あと休日もね車じゃないといけない場所に行こうかなみたいなのも行動半径が広がったので、まあ買ってよかったなと思いました。なので車です。あ、私ねもうね35歳で今年36歳なので、まあ買ってもいいかなっていう、そういう感じですね、中古ですが、はい。そんな感じでお話をしていたら、お、はがみなにこさん、お疲れ様です。発掘中に、あー、缶詰だな、缶詰。お宝ってまだ出てくる？出てくると思います。出てくる。図鑑の隣のバターを押せば、あ、なるほど、図鑑、あ、これか。このシャベルのマーク、はい。今のステージに埋まっているものを確認することができるよ。あ、なるほど、埋まってるものリストで缶詰と、あとこのターゲット箱舟パーツがあと1個埋まってる。え、このツルハシとかハンマーもまだ埋まってんだ。そうですね、回復薬も2つある、あれ1匹、あれどこ行った、もう使ってないかもしれない。あ、いた。じゃあなんかいいアイテム拾ってほしいな。ジャンクパーツばっかなんだもん。じゃあコメント見まーす。枯れてくれと即からしば1 3000人パチパチありがとうございます。3000人。運転楽しいですか。運転楽しいですよ。運転はね毎週あの元々やってたので。車種はまあそうですよね、車種ね、かっこいいやつとだけ答えときます。かっこいいやつです。かっこいいやつを買いました。かっこいい石みたいですね。そろそろ終わったかな。誰かトゲナミコ終わってる。お、終わった。トゲだしトゲなめこちゃん、空っぽじゃねえか、貴様、まあ、貴様、発掘、枯れろ、枯れてくれ。君はもう、アイテムを掘り当てて。かっこいい車。じゃあ車種ね、当ててください、皆さん。当てた人がいたら、当たりって言います。車種。なめこを枯らしたくて仕方ない旦那目さん。違うんですよ。これは枯れないとゲームが進まないから言ってるわけで、別に僕はなめこをね必要以上に枯らしたいとは思ってませんよ。それだけは言える。なめこがめっちゃじっと見てくる。ねえ、本当ね、信じてください。なめこさん、僕の今隣にね、この配信をしている隣にあのなめこさんいるんですけれども、さっきからですねだいぶアピールをしてきますね。枯れ線、枯れ線じゃないから。はい、ハサミなめこちゃん。お、あー、缶詰が、あー、でもレベル2の乾いた芝生を一マス発掘しようで、発掘中にこれを見つけたよ。なんだかわかるかい？え、なんだろう。これは旧世代の動画。旧世代の動画だね。いろいろなものが映ってるよ。へぇー。オイラも箱舟のマニュアル動画をよく見てるけど、気づくとすごく時間が経ってることってあるよね。お前絶対 YouTube 見てた。
そうなの？私には分かりませんが、集中した時に起こるようですね。多分発掘中のナメコが見つけた動画を見たら、発掘にかかる時間もあっという間に過ぎるんじゃないかな。これあの動画広告の時短の話をしてますね、彼らはね。これから動画を見つけたら声をかけてほしいな。オッケー。てんてんてん。私のデータによるとそういう現象ではないのですが。はいはいはい、ね、これで動画広告での時短ができるようになったということですね。まあ、今日ちょっと機内モードなんで動画広告見れないのが残念ですよ。あ、枯れた、あ、枯れた、すごい。ジャンクパーツ、ジャンク、ジャンクパーツ以外をくれ。こいつはあと5分。じゃあ復活させる。あ、うん、こ、まずはこれで復活を。銀あるっけ。いや、もうただ、あ、銀ない、普通の。でもこれでもレアさんが出るかもしれないんだよね。あ、可能性はありますね。よし、レアさん出なかったら三国志新選をインストールしよう。おお、すごい、なんと、すげえ、出たじゃんレア、ちゃんと。あ、本当だ。あざーす。風水なめこ、風水なめこ。女子にモテたくて風水を極めたきたのに、女子のいない世界で一体どうしろと。女子いないですね、こんなもう荒れ果てた大地に。女子なんていませんよ、かわいそうに。風水なめこさん、いってらっしゃい、君も労働してこい。ね、女子を、女子のために風水を覚えてきたのに、やらされてることがひたすらハンマーでコンクリート叩くこととはね、風水なめこさんも復活するまでは思わなかったでしょう。マナちゃんがおるよ。マナちゃんはね、あれですね、マナちゃんはアンドロイドですからね。はい、やっぱり旦那めさんは車も段ボールでできてるの？どうですかね、できてんのかな、わかんないですね、できてるかもしれない。スープラとか、スープラじゃないです、かっこいいやつね。 SUV セダンではなさそう。うーんと、はいね、当てた人がいたら正解と言いますので、旦那めが乗っている車種ぜひ当ててください。みんな頑張って掘ってます。あ、めっちゃシンクロしてんじゃん、ハサミが。本当ですね、風水なめこさんは空気読めませんね。あと8分56秒。あ、58分。じゃあこの3匹が掘り終わるまではちょっと待てないかな。ダンボルギーニ、ダンボルギーニね、あれなんかあのダンボルギーニ出てましたね、テレビに。激レアさんかなんかに出てませんでしたっけ、ダンボールで作ったランボルギーニね。ベースはあの軽トラなんですけど、そんなランボルギーニっていう車があるんですよ。皆さんググってみてください。ジューク、ジュークじゃない、アルファロメオでもない。アルファロメオは車種じゃないしな、これは車のメーカーの名前ですからね。配信がですね、だいたい1時間ぐらい予定しておりまして、この3匹の方々が発掘終わるの待ってたらですね、大幅に1時間超えちゃうので、ナミコさんも隣でただボート聞いてんの疲れたっしょ。疲れてはない。どうする、この3匹発掘終わるまでやる、ナミコが決めてやる。カメラ、あ、じゃあナミコさんにこの3匹が終わるまで放送やするか、それとも9時で終わるのか、ちょっと決めてもらいます。せっかくたくさんの方が見てくださっております。はい、ちょっと一旦スタジオの方に戻しました、ね、現在ずっとなめこ発掘キットというゲームの実況配信をさせていただいておりましたが、こんな感じで私ダンボールなめことなめこさんでお送りしておりました。なめこさん、あと7分ぐらい発掘終了を見届けてから終わるか、まあ、予定通り1時間で終わるかなんですけど、どうしますか。続ける、やめる、やめない、なめちゃんやめへんでーってことですか。
めちゃくちゃやる気じゃないですか、もう。はい、じゃあなめこさんの鶴の一声、金の一声で、放送続行ということで、もう一回じゃあ発掘キットの方戻ります？まだ発掘してるけど、スタジオの方がいいか。じゃあ、3匹の発掘が終わるまではしばらくスタジオの方で、放送していきたいと思います。シルビア、シルビアじゃない、シルビアといえば何はともあれ、何はともあれですよね、ファブルの作者が最初にデビュー作で書いていた漫画ですけど、僕はあの何はともあれもねめちゃくちゃ好きですよ、ね、面白いですよね。ランボルギーニは5メートルくらい走ったらバラバラになりそう。ニューミニではない。今旦那目のが何の車に乗っているかクイズをやっております。アーカイブは残りますか？アーカイブ残します。アーカイブは残しますし、最終的には YouTube にもアップするんだよね。はい、なめこさんも力強く、スタッフもはいと言ってくれましたので、前回の、そうですね、初回の、ミラティブ配信のアーカイブも YouTube でありますので、もし気になる方ね、気にならなくても見てください。はーい、ありがとうございます。なんなめさん、車はトラパント？トラパントって知らない車だな。レクサス？レクサスではないっていうか、レクサスは車種ではない。他はミニクーパー、ミニクーパーではない、昔のミニではない。なんかみんなミニにこだわりがあるんですかね。ミニクーパーでもないです。はい、あとなんかな、ハリアーではない。ランナメさんのお部屋にもなめこさんはいますか、という質問をいただいておりました。いない。嘘です。います、いるに決まってるじゃないですか。旦那めのお部屋にではお部屋にはですね、自宅にはあの120センチのなめこさんがソファーに横たわっております。今日も今も、あのとても大きくいらっしゃるので圧がすごいです。いやいや本当に買ったはいいものの、ね、広いお部屋でね見る分にはいいんですけど、もう普通に自分の部屋にいるとでけえなってちょっとね毎朝見るたびで思いますね。なめこさん嬉しそうですけれども、はい、そんな感じで旦那目のお部屋にもなめこさんはいらっしゃいますよ。プリウスではない、ハマーではない、スカイラインでもない。スカイラインも何やともあれ出てきましたね。はい、マーボが乗ってるのがスカイラインですよ。グッサンが乗ってるのがシルビアです。マカンではない。はい、どうだろう。あ、終わった、1匹終わりましたよ。じゃあ発掘キットに戻りましょうか。はい、現在ダンボールなめこがなめこ発掘キット、ね、ゲームを遊んでおります。荒廃した惑星でなめこたちが発掘をしながらこの星からの脱出を目指すという放置系ゲームですけれども、あと残りのやつらが1分40秒で、じゃあまずはこちらのハサミなめこさん、掘ったのか掘ってないのかどっちなんだい、ただの缶詰かい。ピュー、行ってしまわれました。じゃああと1分半、2分18秒ね、あとちょっとですね、あと2分。トラパントは東ドイツ製、なるほど、だいぶ渋そうな動くのかって感じですよね。東ドイツ製ってなっちゃう。ラブ4ではありません。なかなか
正解者いらっしゃいませんね。この放送中に正解が出ることはないんじゃないかなと思いますが、はい、なめこ発掘キット、そろそろ全発掘が、全発掘っていうか今日の発掘はこれでおしまいにする予定なんですけれども、あと2匹が終わるまでは配信続きます。テスラ、テスラではない、はい、正解は依然いらっしゃいません。ダンボールナメコは最近買ってよかったもの、車ということで、何の車に乗っているか車種を当ててくださいというね、そんなクイズを出しておりますが、エクストレイルではない、カイエンでもない、ジムニーでもない、 SUV が続きますね。まあ今流行ってますからね。あとなんかないかな、質問コーナー、あ、これ読もう。学生時代の思い出をお願いしますというね、ご質問で、これはこの質問いただいた時がね3月だったんですが、4月から高校生になるという子からの質問でした。なので、旦那目の高校時代の思い出をちょっとお話ししようかと思うんですけれども、私高校時代は部活で野球をやっておりまして、レギュラーにはなれなかったんですが、3年生の最後の大会では愛知県のベスト16になったというのがね、レギュラーでもなかったにもかかわらず、小さな自慢です。自分はね夏の大会ね1秒も試合にはね出ませんでしたけどね、はい、でもあの部活はあのそれ以外ではねあんまり思い出らしい思い出ってねそんななくてですね、あのっていうのはあの小学校の時からずっと野球をしていて、まあ野球をするのは当たり前の生活だったので、まあなんか当たり前なのにわざと思い出っていうかそんな感じではないっていうぐらいなんですが、他はですね、まあ自分の中で思い出といえば、あとはやっぱり恋愛ですかね。高校生の奈々子さん、もう少し興味を持ってくださいよ。横でうにゃ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 なんか揺れてないで旦那目の自分語りを聞いてくださいよ。はい、あの恋愛関係ですよ。僕の高校1年生の時は中学校の時の失恋を引きずって、うだうだしておりまして、高校2年でちょっと改善して、まあ、当時付き合い始めたばかりの彼女とですね夏休み花火大会に行ったんですが、でも部活が忙しすぎてね9月になったらすぐ別れましたね。あとは2年の時はこれも体育祭の打ち上げで3年の先輩と仲良くなってちょっと淡い恋心を抱いたりしておりました、はい、3年生の時はね、いろいろ、モテ期みたいなのを着て、ね、後輩と付き合ったりしましたよ。まあそんな感じで僕の学生時代の思い出は、まあ、恋愛かなというふうに思っております。はい、そんな私が自分の人生を切り売りした結果発掘が終わりましたので皆さんじゃあ最終的には発掘結果を見てねお別れをしたいと思いますが、どっちからいく、風水からいく、ハサミからいく、なめこさんまた決めて、風水、風水、はい、なめこさんが風水なめこからあげてほしいということなので、風水なめこさんさあ来てこい。いやージャンクパーツ、ちょっと次回につながるような発掘結果をもたらしてくださいよ。ねえ、普通になめこはさっさと立ち去ってしまいました。さあ、浅見なめこさん、来い。いやー、これだ。ゲー、あー、でも、ジャンプパス150個、ありがとうございます。はい、というわけで、ねえ、肝心の箱舟パーツラスト1個を見つけることはできませんでしたが、今日のところはこんな感じで、なめこ発掘キットの配信を終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございますということで、一旦はい戻ってきましたよ。戻ってきた、まだ、あ、来た、戻ってきた。はい、というわけで、皆さんご覧いただきましたのは B-WORKS Games からリリースされておりますなめこ発掘キットの実況プレイを、私ダンボールなめことなめこさんでお送りしてまいりました。でミラティブでは現在このなめこ発掘キットと、あとはなめこの巣元祖なめこ栽培キット、この3タイトルで
配信をするとランキング上位に入った方には特別なリボンがもらえるキャンペーンを実施しております。残念ながら私公式仲の人なのでランキングに参加することはできないんですけれども、皆さんぜひご自身でも配信を行っていただいたり、あとはなめこのアプリを配信している方のところに見に行っていただいて、なめこのゲームどんどん盛り上げていってほしいなと思っております。ミナティブは、まあ、今回私今ね顔出ししておりますが、普段はあのアバターで配信できますので顔出しもいりません。簡単なので皆さんアプリをダウンロードしてぜひ配信してみてください。でそしてなめこのゲーム遊んで、ね、配信をして盛り上げていってくれるととても嬉しいです。で実は明日もやります。明日は夜8時から、今日はなめこ発掘キットでしたが、明日はなんとなめこの巣という巣作りシミュレーションゲームの実況プレイを行いますので、ぜひまた、明日夜8時からミナティブでお会いしましょう。なめこさん、なんか他に言うことある？大丈夫？はい、というわけでお相手はいつも夫婦みんなのヒーローなめこさんと、頭は頭は30ですけど、なんだっけ、頭脳は大人なんだっけ、台本がねえからわかんない、いつも台本に書いてあることしか喋んないから、はい、体は35歳の、ま、頭は空っぽです。ダンボールなめこはお送りしました。ではまた皆さん、またお会いしましょう。またねー、バイバーイ。